それぐらいこうバッターの山本選手の方は余裕を持ってもらいたいなと思いますね。もうすでにチームは逆転しています。リクエストします。今度はベイスターズがリクエストしました。坂本はナイスプレー、いろいろあります。フォアロは どっちですかね、はい、足が離れてるっていう状況なのか、はい、VTR を見てみましょうか。すごいプレーでしたね今の。プレーですね。バウンドに合わせてこの縦膝状態から送球してきました。離れていたってことなんでしょうね。足がベースから離れて、この足がどうなんですかね。左陣でちょっと離れてる感じしますか。どうでしょう。角を踏んでるかどうかっていう ね。ちょっとですね、これ最初のここでは右足が離れてますね。左足がどっちでしょう。これは難しいですね。難しいですね、はい、左足がどうかっていうポイントでしょうね。カードを踏んでたのかどうか。 100% の確信がない場合には判定通りですが、難しいですね。難しい。出てきました。アウトです。このままということになりました。いや、坂本スーパープレーでした。いや、これはもう本当にね、サード何年もやってるようなね、はい、グラブさばき非常にうまい選手がありますけども、あの体勢からまた送球ができたっていうのがまたすごいですね。はい、